どうもどうも、まぐりでーす。というわけでね、今回は久々の建築バトルになったんですけど、なんとね、前回の収録、画面真っ暗で完全ボツになっちゃいました。ということでね、前回レジェンダリーだったんだよ。レジェンダリーで優勝したんだけど、それがね、取れてなかったってことで、まあ、今回気を取り直してもう一回レジェンダリー取っていこうかと思います。そして前回の動画の1個目がスルメさんということでね、おめでとうございます。今後もたまにね、1個目の人の名前を呼ぶっていうのをやっていこうかと思うんで、皆さんぜひぜひね、チャンネル登録ボタンと通知設定の方よろしくお願いします。というわけでね、1回戦目やっていきましょう。ソロモード。今回なんか動物スキン多いね。ここにペンギンがいたりさ、サメがいたりめっちゃ可愛い。この人なんだろこれ。この紫色の動物とかいたっけ？あ、ただの人か。というわけで今回のお題がアイランドということで、島だね。島なんだけど、どうしよっかな。普通の島作るか、それか浮島みたいな感じでやるか、迷いどころなんだけど、とりあえず地面はこれだよね。で、その後、とりあえずって言ってるんだけど、見切り発車でやっていくよ。とりあえずね、島を作るんだけど、その前に周りの島から作ります。列島的な感じで周りの島をまず作ってから、真ん中にあのメインとなる島をね、作っていこうかと思うので、よろしくお願いします。こういうね、周りも作り込んでるってだけでだいぶ評価変わってくると個人的には思うんだよね。島1個ボーンって作るだけよりも、周りにもなんかあった方が見栄えがかなり変わってくると思うので、背景はマジで大事だよということで、背景作っていこうか。まず OK、 じゃあ真ん中に島を作っていこうと思うんだけど、どうしよっかな。普通の島でいっか。なんかいつもね、こういうの工夫して浮島とかにしたりするんだけど、意外とね、工夫したところで浮島って被るんよ。被るぐらいだったら、別にそんなね、木をてらった作品作んないで、最初からもう素直に砂を置いていって、で、この上に草ブロック。で、もちろんね、これだけで島でーすって言ってもいいんだけど、それだとかなり寂しいんで、建築物もね、できれば置いていきたいよねっていうことで、建築物もね、ここから作っていこうと思うんだけど、どういう建築を作ろっかなー。まあ、このサイズで作れるものって言ったら、家は意外とね、場所を使うんですよ。意外とね、敷地面積広いんで、家を作るってなったら。だから、家作れないかな。そしたら、灯台とかがやっぱり一番安定なんじゃないかな。島っぽいしね。灯台作りましょうか。ネザー水晶ブロックと赤い片焼き粘土を使って、これで、灯台を作っていこうかと思います。まあ、灯台といったら赤と白の交互みたいなイメージがあるんだけど、これは多分全世界ある程度共通だよね。共通だよね。共通じゃなかったらさ、貿易船とか困るもんね。そうだよね。合ってるよね。結構国によってこういうのさ、消火栓とかだって国によって色違うじゃん。結構国によって変わる系のもの多すぎて、私は全然もうね、日本しか知らない男なんで、わけわかめなんだけど、とりあえずね、そこら辺気にしないで。これで伝わんなかったら、もうそれは仕方ない。ただ、視聴者の皆さんにね、伝われば、私はそれでも OK だと思ってるんで、今回とりあえず、この感じでやっていこっか。そんで、ね、こっからはまあ展望台的な部分ね。ここを作っていくんだけど、ちょっとブロック探すのめんどくさいから、これで妥協しよう。本当は石の壁とかぐらいの太さがあった方が、それっぽいとは思うんだけど、とりあえずね、探してる時間が本当にもったいないということで、こういう感じで、たまにはね、妥協を挟みつつ作っていきましょうか。あと1分ということで、時間がね、なくなってきたんだけど、まあ、ここまでできてれば、あとは屋根を作るだけなんで、いけるでしょう。というわけで最後、屋根なんだけど、屋根はどうしよっかな。レンガブロック使いたい。オッケーオッケー、レンガブロックで、まず、こういう感じかな。こういう感じで、とりあえず立方体ブロックで、ある程度の形を作ってから、最後に、他のブロックを使って、さらに細かい部分を作っていくっていう風にした方が、時間とのね、相談がしやすいということで、あとは、最後、一番てっぺんに石のハーフブロックを置いて、これで、灯台完成かな。ちょっと待って、妥協した部分が、やっぱりどうしても気に食わないんで、妥協した部分を直したい。石の壁ってどこだっけ？あ、ここか。このバージョンだと石の壁はここにあるのか。間に合うか。オッケーオッケー。これで、どうでしょうか？アイランド、完成です。ボーティングタイムということで、一人目の方がこちら。やっぱりね、浮島作るよね。結構ね、浮島って、なんか、木を照らったようで、被りやすいんですよ。だからね、今回私は浮島、外して正解だったかもしれない。で、次がこちら。あ、これ小さいけどめちゃくちゃまとまってていいね。グーッと。このね、ブロック混ぜてる感じとかが結構プロ感出てる。で、次がこの人。SOS! あー、遭難しちゃったのかな？素晴らしい。アイデアは面白いんだけど、これ建築バトルっていうテーマなので、建築物はこれだけっていうことで、ちょっとね、評価させていただきました。で、続いて私の作品、これどうだろう？どうですかね？この周りの背景とかもこだわっただけあって、かなり凝ってる感出るんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうか？で、続いてがこちら。おー！これはいいよね。グッドかエピック。サイズがちっちゃめだからどうしよっかなって思うんだけど、エピックにすっか。木の形がね、すごく綺麗です。で、続いてがこちら、浮島。また浮島なんだけど、この人は結構ね、裏面とかもこだわってて素晴らしいと思います。エピックにしよっか、エピック。
レジェンダリーおめでとうございます。ということで私の1位は消え去ったかな、これで。というわけで1位はこの方。いや、この方はね、サイズこそ小さいんだけど、小さい割に形がすごく綺麗にまとまっててよかったです。ということでね、私は2位かな、2位ということでありがとうございました。甘栗チャンネル。というわけで2回戦目の題がビーチということで、またなんかね、ちょっと同じようなものになりそうなんだけど、まあじゃあ今回はね、もう少しで夏ということで、夏まだちょっと早いけど、夏先取りってことで、ビーチっぽいもの2連続だけど、許してください。まあ島とビーチではね、また全然違うはずだから、結構ね、作り方っていうか変わってくるんじゃないかな。さっきは木とかあまり生やさなかったんだけど、今回はビーチだからヤシの木とかもね、できれば作っていきたいよね。ということで、まあヤシの木の作り方講座的な感じの意味も含めてね、やっていこうかなと思います。結構ね、木の作り方とかって個性出ると思うんだけど、私はね、ヤシの木に関しては完全にテンプレ化してて、この時のね、画像とかも、もうヤシの木は結構ね、テンプレに沿って作ってるんで、まあ、今のね、私が作るヤシの木の作り方を覚えれば、こういったホテルもいつか作れるかもしれませんよ、ということでね、皆さんぜひぜひ試してみてください。というわけで、ヤシの木を作る前に、ビーチだってわかりやすくするために、ちょっとね、装飾、パラソル的なのをね、作っていきたいんですよ。パラソルをここにポン、ポン、ポン、ポン。まあ、これはパラソルじゃないけどね。これはネザークを使えたんだけど、ここにポン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 置いた後に、多くのフェンスをポンポンと2個置きまーす。これパラソルの作り方講座としても需要あるかもしれない。そしたら、上にクォーツを置いてから、ネザースーショーハーフブロックをポンポン、あ、違う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 、ここに置きまーす。そして、ここに、これ。赤い羊毛ブロック置いて、ポン。これでね、パラソルっぽいのができるんで、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。そしてここにね、さらに、ビーチといえばこういう寝っ転がるやつがあるんで、寝っ転がるやつ置いて、これ、大丈夫かな？ヤシの木作る時間あるかな？ここに、今度は、ビーチっぽいものを置きます。もう語彙力がなくなっちゃってる。めちゃめちゃね、今焦ってるんですよ。で、こうなったら次。はい。ここでヤシの木の作り方講座ということでね、ヤシの木の作り方なんだけど、まず、多くの木材より、本当は松の方がいいんだけど、松の木材探すの時間かかるから多くでいいかなと妥協しそうになったけど、ちゃんとね、多くの松の木材を見つけれたんで、松の木材で作っていきます。ここに、これを置いた後に、松の階段をこういう形で置いて、ちょっとね、曲げるんですよ。これがね、ポイントですね。曲げた後に、これをそのまま上まで伸ばす。そしたら、かぼちゃ。かぼちゃをね、置きます。こういう形で、こういう形で置いていきます。説明ちょっとね、早いと思うかもしれないんだけど、これ私もめちゃめちゃ時間との戦いしてるんで許してください。喋るスピードもね、心なしか早くなってる気がするんだけど、やっぱりね、急いでると喋るスピードも早くなりがちみたいな、そういうのね、わかるかな。急いでる時とかさ、なんかめちゃめちゃ喋るスピード早くなりがちじゃない？人間って。人間ってそういう生き物だから。そしたら、こういう感じで置いて、こういう感じで置いて。ごめん、講座やるとか言ってたけど、講座やる余裕なかったわ、ごめん。ちょっと見て覚えてください。よくね、真似部っていう言葉があるんだけど、真似をしていくうちに学んでいくっていう、そういったことわざがあるんで、ことわざではないわ、言葉があるんで、皆さんね、見て真似ていってください。まあ、ポイントとしては上から見たとき、米っていう形になるような感じに、こう、葉っぱを配置していくのがポイントです。そして最後、ここ長さを整えて、これで1個完成だね。そしたら同じようなものを何個も作っていく前に、この、ハーフブロックとかで、ここをね、ちょっと盛り上げてやったりすると、かなりリアル感が出るんじゃないかなということで、あとスイカとかも置きたいね。よし、じゃあもう1個作っていこう、これ、同じやつ。あと30秒。間に合うかな？こっちはちょっと省略したバージョンの形とかでいいかもしれない。オッケー！というわけで、ビーチ完成！一人目の方がこちら。あ、水をあえて、このラピスブロックで表現するっていうのは面白いね。続いてがこちら。ごめんなさい。ちょっとビーチ要素が薄いかなということでね。オーケーにしとこっか。オーケーにします。ごめんなさい。で、続いてがこちら。この方もちゃんとね、ビーチパラソルとなんか寝っ転がるところを作ってて、素晴らしい。続いてがこちら。そうそう、こういうね、ベッドを使ったビーチパラソルの作り方とかも結構あるんだよね。バニラだとこれできないんだけど、コマンドとかが使える状況だったら、ああいう作り方もありだよっていう感じで。で、続いてがこちら。これ砂手作業で置くの時間かかっちゃったんだろうな。もったいない。おっきいもの作ろうっていうね、すごい気持ちは伝わるんだけど。で、続いてがこちら。この泡の表現とかうまいよね。で、次がこちら。私の作品です。どうでしょうか。あー、この遊泳エリアっていうか、この先危険だよみたいなエリアを作るっていう発想がすごい面白いね。私この発想なかったな。素晴らしい。で、続いてがこちら。あ、この人うまいんじゃない？結構ね、ちゃんと凝ってる感じあるし、あ、でも水みんなやっぱり苦戦してるっぽいな。というわけで、1位は私ということで、
結構ね差をつけての1位だったかな。皆さんもねぜひぜひこのビーチパラソルだったりとか、あとこのヤシの木ぜひぜひ作ってみてはいかがでしょうか。というわけでね、今回も建築バトルやってみましたが、いかがだったでしょうか。1回戦目が2位で2回戦目が1位ってことで、今回結構良かったんじゃないかな。あとね、なんかちゃんと有益な情報も出せたし、こういう風にヤシの木を作ると失敗しないよっていう、本当はねもうちょっと時間かけて葉っぱの形とか凝っていきたかったんだけど、まあ5分間でもあれくらいの地形は浜辺と海、そしてヤシの木っていうそういう地形は作れるよっていう参考にねなったらなと思います。もっと時間をかけてね、いっぱいヤシの木とか生やしたら本当にビーチとか作りやすいと思うので、皆さんもサバイバルで海のところとかにヤシの木をね置いてみたりしてはいかがでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。今回めっちゃ早口になっちゃってごめんね。